結構ね早めに焦げるから気をつけてください。たらりこれよね、お分厚いね。おいしい。このタレ覚えといてや。皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、お安い鶏胸肉ですね、1枚150円で売っていたんで買ってまいりました。それ使ってね、鶏的ってなんだよってね、トンテキがあるのに鶏的があってもいいんじゃねえのって、多分どっかのね、メニューにあると思うんですけどね。はい、それを作っていきたいと思います。まずですね、ベキャツですね。まあこれは添え付け野菜なんでね、適当に千切ってくださいね。ガツンガツンツリリンロンとね。はい、それではね、ベキャツの方を千切ってしまいます。はい、ベキャッチですね、できました。それでこう芯のとことかは硬いんでね、こう薄くスライシングね、スライシンググーですね、していただけると非常に食べやすいかもしれません。まあ俺別に歯丈夫なんででけえままでいいよって方はね、ガッツンガッツンやってください。私もジジイでね、ちょっと歯が欠けちゃうといけないんでね。はい、こんな感じでね、キャベツ1000ですね、できました。それではね、鶏肉の方の準備に入っていきたいと思います。それでは鶏ニッキーですね。はい、鶏ニッキーは今日はね、胸肉1枚150円でしたね。まあ、適当にこうバツンバツンとね、ぶっ刺してください。バツンバツンツリリンロンですね。バツンバツンツリリンロンとかね。はい、硬いとこあったりするからそこをなんか重点的に刺すとね、いい感じかもしれません。はい、こんな感じですね。はい、そうしたら、これ持ってバービーコーナーの方へゴーします。ただいまバービーコーナーの方にやってまいりました。はい、お湯沸かしてます。ポン酢ですね。はい、沸騰したらね、ちょっちょりなとね、まあお酒適当にぶち込んでください。まあ小さじ1ぐらいでいいかなみたいな感じですね。はい、そうしたら鶏ニッキーですね。はい、これ茹でます。はい、こんな感じでね、鶏ニッキーの方茹でておきましょう。はい、茹でること10品ですね。だいぶお湯も減りました。これ煮えてんのかみたいなのも出ちゃってる。一回ねひっくり返しました、途中で5分ぐらいで。ちょっとね、煮えてるかどうか確認してみましょう。この分厚いとこだね。まだ赤いね、煮えてないね。それではもうちょい煮ていきますか。こっち側だね。はい、それではね、展開一発してもうちょっと煮ていきましょう。今のところ10分ね。はい、あれから皿5分ですね。皿5分。おお、だいぶちょっと減ったな。ちょっと一回消すかね。はい、じゃあね、ちょっとごめん、分厚そうなとこ行ってみますか。どうよ。煮えてますね。まあややピンクですけどね、これも煮えてます。はい、それではですね、次の段階に入ってまい、りましょう。茹でた鶏の胸肉ですね。はい、これをバットかなんかにね入れてください。そしてこの茹で汁なんですが、これはスープでね使うんで捨てないで取っといてください。鶏胸肉ですね、このまま丸かじりしてもうめんじゃねえのっていうことなんですがね、ここはスコロバックスとね、薄力粉もしくは、まあ、天ぷら粉でいいよ。天ぷら粉ね、天ぷら粉か薄力粉ですね。はい、これをね、パッツンパッツンパッツリーノスケとね、まぶしてください。なんでこれまぶすのってことなんですが、まあ、味が染みやすくなるね、そのために、まぶりんこです。はい、そしたらね、これ持ってまたバービーコーナーの方へ合しますよ。ね、まんべんなくまぶした方がいいね。味がしみしみしみってーな、しみりーなとね、くるんで。はい、それではね、バービーコーナーの方へ合しましょう。ただいまバービーコーナーの方にね、やってまいりました。展開一発してあります。はい、そしたらね、アビーリーですね。アビーリーやや多めのはいいですね。はい、バッツンバッツンとね。はい、こんぐらい敷いちゃいましょうか。そうしたらあとはね、なじなじなじティーニーなじリーヌと
油が馴染んだところでね、先ほどまぶしたね鶏ニッキーですね、これを焼いていきたいと思います。はい、いっかな、少しね戻しますか。はい、それではね焼いていきましょう。もうこれね茹で上がっているんで、あとは焼き目をつけて味をつければもうこっちものね早いよ。このまま焼くと結構時間かかっちゃうんでね。はい、それではね、焼き目がつくのを待ちましょう。はい、1分ですね、経ちました。いい感じの色じゃないの、もうちょっと焼くか。1分30秒ぐらい焼いてみる。はい、1分30秒、いい色じゃないこれ。そしたらね、逆側の方もね、焼いて、参りましょう。これだけでうまそうだから、たまんないよ。はい、ということで、裏面もね、1分ぐらい焼きました。あとね、この横とかもね、焼いちゃった方がいいかもしれないです。粉がね、ついて生だとやばいんでね。まあでも、こんぐらい焼けば多分大丈夫だとは思います。おぉ、跳ねるね。あ、いい感じだね。オッケーオッケーオッケーティングですね。皮もうまそうじゃねこれね。あ、鶏皮が跳ねてるんだ、これ熱っやめてください。はい、それではちょっとね、一回火を止めて味付けの方に入っていきたいと思います。ちょっと寄せるかこの辺な、この辺で調合して絡めればいいね。ちょっと跳ねるんで気をつけてくださいね。はい、怖いな。まずは醤油が大さじ1ですね。おー、これは跳ねる跳ねる、もう跳ねリングですよ。みりんが大さじ1ですね。よっしゃ来てるこれ。はい、それからオイスターソースですね。はい、これがじゃん、大さじ1/2、ちょろいなこんなもんかな。はい、それから砂糖も大さじ1/2、ちょろいなですね。バッツンバッツンバッツリだつけと、もうちょいか。最終段階ですね。お茶っぴーケチャッピー、これも大さじ1/2とね。あ、ちゃっちゃちゃらげと、おお、こんなもんでいいか。はい、まあ要するに、醤油とみりんが大さじ1/1ね、砂糖オイスターソースケチャップが大さじ1/2ずつね。簡単でしょね。はい、そうしたらあとはちょっとまだ火ついてないよこれね、焦げやすいね。もう絡める、絡めると同時に合わせる的な、ほらもういい色な、いい照り出てきちゃったよこれね。はい、それではね、軽く火をつけて、横断歩道じゃねえ、横断歩道渡ってもしょうがないよね。火をつけて軽く煮詰めてくださいね。結構ね早めに焦げるから気をつけてください。はい、こんな絡めるか、熱絡める感じでね、絡める感じでお願いします。熱いい加減にせよみたいね。はい、いいようになったなこれね。はい、オッケーティングです。はい、それではね盛り付けてバツンバツン食べましょう。これ五徳の上にフライパン置いとくと一発焦げるから気をつけてください。それではねまな板コーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいままな板コーナーの方にやってまいりました。それではね切って皿に盛り付けるだけでございます。ちょっとすごい熱、熱、熱、すごい熱いの気をつけてくださいねこれね。はい、ギコギコと、熱いな。はい、ギコギコと、熱、ギコギコと。まあでもね105円のこのお肉はですよ、かなりボリューミーで美味しく、熱いな美味しくなるんでね、ぜひ試してほしい一品でございます。熱、これいいか、このな、ここな、いいな、めんどくせえからな。はい、それではね、お皿の方に盛り付けましょう。はい、盛り付けリング、やっぱこれでけえな、切っとくか。よいしょと。はい、切り終わりました。ちょっと熱いからね、気をつけてね、これね。はい、バッツリーナと。ね、先ほどの分厚いとこ切っときましたよ。ね、とりあえず。はい、こんな感じになり申した。はい、かけらも入れときましょう。はい、あとはねタレぶっかけるだけでございます。はい、冷たいイーストンですね。はい、たらりこれよね、うまそうじゃないこれ、これやばいでしょ、やばうまりんごですよ、やばうまりんごやばうまりんごさんって何ですかってね。
はい、こんな感じでね、完成です。あとはね、スーピーの方をね、作って食していくだけでございます。それではね、またバービーコーナー、ちょっとごめんね、めんどくさいね、バービーコーナーの方へゴーします。はい、バービーコーナーの方にね、再びやってまいりました。それではね、味付けに入ってまいりましょう。はい、まずこの残ったスープの量に対しての 1% を使用。これね、めんどくせえな、測れないからね。でもね、こう目盛りがついてる鍋だとね、簡単にできんじゃないのね、塩入りました。はい、それから味の素少々、醤油ちょい。はい、これで味付けの方完成となります。酒がね、元から入ってるんでね、煮切られていい味になってるんですよこれ。あとはお好みでね、まあ、卵スープにするなりわかめスープにするなりみたいなね、感じでお願いいたします。はい、それではね、これ持って、テイビリーバブルの方ですね、行ってさっきのね、お肉でご飯食べましょう。うまそうじゃない。はい、ただいまですね、テーブルの方に、チキチキマシン猛レースですね、いやチキチキマシン猛レースじゃなくてチキテキですね、チキテキね、運んでまいります。最後にね、ヨマネーズ添えさせていただきました。ここね、一味七味何でもいいからちょっと辛いのね、山椒強めで結構黒いですよこれみたいなね、感じでいただいてみましょう。この真ん中の良さげなとこからいっちゃうかなこれな、いただきます。ちょっとレーターをつけての、結構分厚いね、いただきます。ボリューミーだね、150円でいただきます。おいしい。このタレ覚えといてやね、よし、おいしい。キャベツにマヨネーズをつけて、何の歌それみたいないただきます。うまっ。うまかっちゃん、うまかっちゃん。からの、ね、取り出しわかめスープ。いただきます。おいしい。たまんないね。ガチうまです。はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、鶏胸肉を使って鶏的ですね、まあ別名チキ的とも呼ぶかもしれませんね。まあ最初に茹でてね、茹で汁でスープ作れるし、時短、あれそのままフライパンで焼いちゃうと結構ね、時間かかっちゃうんで、しかもあの皮パリ系作ると蓋できないんでね、蓋すると品皮になっちゃうんで、その作り方はね別動画にあるんで、パリ皮チキンの作り方かな、ちょっと忘れちゃったけどね、まかない道場チキン、もしくはまかない道場鶏胸肉かなんかで検索してくれるとね、もういろんな胸肉料理出てくると思うんで、その辺もよろしくお願いいたしますね。で粉をつけることによってね、一回茹でた鶏なのにね、表面パリッカリですよこれな、たまんなくうまいです。いやしかもこのボリューミーだよね、150円でね、ぜひね、皆さん作ってみてください。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。チキチキマシン漏れさー、チキチキマシンじゃないからね、チキテキ最高だから、じゃあね。